結婚式翌日から和也と義母に無視され始めた私。半年が過ぎても状況が変わらず絶望していたら、ある日勤務中に義母から電話がかかってきた。半年も無視しておきながら今更何？と腹が立ったが、緊急のようだと困るので対応する。階段で転んで腰を打ったのよ。さっさと救急車を呼べ。うんざりしつつ救急車を呼ぶ。すると今度は和也から電話があった。母さんの病院に行け。腰を骨折したんだ。手術はせず在宅で治療するという。仕事を辞めて母さんの介護しろ。息子のあなたが面倒を見るべきでしょ。嫁の業務だろ、義母の世話は。バカバカしい。私はただで使い放題の使用人じゃないのよ。担当者に1週間の有給を申請し、身支度を整えてウィークリーマンションに移った。怒りに燃えながら私は心の中で誓った。和也、そして義母、私の気持ちを踏みにじり苔にした報いはしっかり受けてもらうわよ。私は理恵、42歳の主婦だ。和也と結婚して半年を迎える。料理教室が開いた合コンで出会った和也は、料理こそ苦手だが仕事熱心で真面目。父を20代で亡くした私は、若くして片親を亡くした経験を和也がしているという点でも親近感を覚えたのだった。1年の交際を経てトントン拍子に結婚が決まる。紹介された義母は気さくで感じのいい人に見えた。また義姉のひろみとも意気投合し、今後の結婚生活に大いに期待したのだ。ところが婚約後、義母はすぐに本性を現したのだった。入籍後、義母が和也を通して私に訴えた。今まで息子と住んでいたのに和也が出て行ったら寂しいの。私もそちらに住んでいい？要するに同居を迫られたのだ。大学進学と同時に上京し、一人暮らしを始めた私と違い、義父が他界した後に義母だけ残すのを案じた和也は、就職後も義実家で暮らしてきた。私にプロポーズした直後、和也が同居の感覚になれたいというので、まだ結婚前だが私の家で一緒に暮らすことにした。私が住むのはマンションではなく母の生家だ。状況が決まった時にリフォームした上で譲り受けた。母さんも呼ぶよ。いずれ同居するんだから、早くても遅くても変わりないだろ。義母一人なのでいずれそういう話になるのではと覚悟していたが、さも当然のように言われ引っかかりを覚えた。しかし結婚前から波風を立てたくなかったので聞き流したのである。母さんには1階に住んでもらおう。二世帯仕様でないのが残念だけど、2階にもトイレと簡易キッチンはあるしね。部屋が余ってるからちょうどいいよ。今は広く感じるけど、子供が2人生まれたら5人で住むには狭いと思うわ。やんわり反論したが、和也は構わず義母を呼ぶ準備を進めた。しばらくして義実家を売った義母が私たちの家にやってきた。すると義母はなぜか自分の家みたいに堂々と振る舞い始めたのだ。私が仕事から帰ると2階のリビングで菓子を片手にテレビ鑑賞中なのは日常茶飯事。私も和也もフルタイムで働いているから夕食の時間が遅くなる。なので週末だけ一緒に食事をとろう、そう決めたはずなのに、義母は自分では作らず私にやらせるのだ。ねえ、ご飯まだ？お腹空いちゃった。和也の帰宅を待ち3人で食事をとると、毎回家事のダメ出しをされる。理恵さん、
浴槽に水垢がついていたわよ。タオルにもシワが寄ってたし、仕事を理由にサボるのはダメね。顔を歪めて指摘する義母に、私は反論した。あの、バスルームの掃除も、洗濯物を干したのも、和也さん。まあまあ、母さん。リエも頑張ってるんだから、許してやってよ。ヘラヘラしながら、和也が私の言葉を遮る。そのうち母さんみたいに、完璧にできるようになるって。しょうがないわね。今時の人は、すぐ手抜きするんだから。義母が自分の部屋に戻った後、和也に抗議した。ねえ、毎日のように嫌味を言われるの、うんざりだわ。家事を分担してるって、今度説明してもいい？可愛い息子が家事をやらされてると知ったら、母さんは怒るよ。和也の言葉に、時代遅れも甚だしいと呆れてしまう。そもそも、緊急時以外は、お互いのスペースで過ごすという約束だったのに、お母さん、我が物顔で家中歩き回ってるわ。寝室にも無断で入るし。それくらいいいだろ、別に。どれだけ訴えても、和也は全く気に留めず、私の抗議は毎回無駄に終わるのだった。やがて、義母は和也が味方だとわかると、どんどんずうずうしくなっていった。私が不在の間に、靴箱やクローゼットを漁り、服を勝手に使用し、旅行や感激に出かけるのだ。ふくよかな体型の義母が、スリムな私の服を着るので、ボンレスハムみたいになるのだが、本人はご満悦である。当然ながら、服のフックやボタンが弾け飛び、生地が破れた状態で帰ってくるのだ。やめてほしいと、義母に抗議しても無視される。和也に相談しようと試みても、急に残業や出張が増え、まともに相手をしてくれない。親子や姉妹でよくやるんでしょ？仲良し家族っぽくていいよな。でも、食い下がる私を、和也が眉間にシワを寄せて遮る。俺、インターンの子への指導を頼まれて忙しいんだ。あんまり煩わせるなよ。頭を抱えていたら、ある日、ひろみからランチのお誘いの電話がかかってきた。顔合わせの時に会ったひろみは、お互いの携帯電話の待ち受け画面から、同じアニメのファンであると分かり、すぐに仲良くなったのだ。以降、ランチをしたり、イベントに一緒に出かけたりと、友人のような付き合いをさせてもらっている。その週末、カフェでひろみと落ち合い、義母の話をすると、ひろみは、十面を浮かべた。ごめんね、うちのバカ親が、リエちゃんに迷惑かけて。ひろみさんが謝らないでください。私もうまく対応できなくて。ひろみは眉間にシワを寄せ、首を振る。あの人はね、娘や嫁といった立場の弱い人を下に見てるのよ。一方で、和也を溺愛してたわ。頬杖をつき、遠い目をした。和也は男というだけで大事にされ、何をしても許されるし、いつもチヤホヤされてたの。そうなんですか。悔しそうに語るひろみ。私は塾や習い事も許されず、大学に行くお金も親に出してもらえなかったから、必死に勉強して奨学金で進学したわ。でも和也は有名進学塾に入れてもらい、希望した私立大学に進んだの。うつうつとした声で語ったひろみは最後にこう結んだ。リエちゃんが妹になったら嬉しいけど、あの子との結婚はおすすめしないわ。ああ、もう入籍したんだっけ？はい、半年後に結婚式です。眉間にシワを寄せ、ひろみがつぶやく。私ならあんな義母、絶対嫌。まして同居なんて、お金を積まれても、ごめんだわ。ひろみの言葉にうなずいた私だが、和也との婚約解消に踏み出す勇気はなかった。すでにスピーチを同僚にお願いし、結婚式の招待状も発送済みだ。第一、婚約解消の理由が義母と相性が悪いからだなんて、ただのわがままと思われそうである。そうして半年が経ち、不安が胸にくすぶる状態で結婚式を迎えたのだ。式の最中は
参列者から受けるお祝いメッセージやきらびやかな光景、母や友人たちの笑顔などに気持ちが浮き立ち、和也や義母への不満を一時忘れていられた。義母も私や親戚たちの前では猫をかぶっており、日頃の嫌味が嘘のように私に優しく接してくれたのだ。その晩、夕食の片付けと入浴を終え、寝室で本を読んでいたら、階段の下から和也に呼び出された。リビングに降りていくと、和也と義母が揃って意味ありげな笑みを浮かべ待ち構えている。ふと和也の手にある紙が目に入り、ぎょっとした。ねえ、なぜ離婚届なんて持っているの？和也が持っているのはサイン済みの離婚届だった。問いには答えず、和也は唇を歪めて私に言う。お前カフェで母さんや俺のことを姉さんにチクったよな。いつもとは違う荒っぽい口調に、思わず和也の顔を見た。え？近くの席に母さんがいたんだよ。息を呑む私を見て、義母が肩をすくめる。他人に内輪話をするなんて恥ずかしい嫁ね。すみません、でも他人じゃなくてお姉さんですよ。義母はカッと目を見開き、大声を上げた。嫁いだ娘なんてとっくに縁が切れてるわよ。義母の勢いに気をされて何も言えずにいると、和也と義母は品定めするような目つきで私を眺め回す。さて、しばらく様子を見たけど、このままではダメね。和也はどう思う？俺も同意見だよ。こいつは黒田家にふさわしくない。私は驚きを込めて和也と義母を交互に見つめた。式を挙げたばかりなのに何を言ってるんだろうこの人たち。そうよね。だったら早めにしつけをしなきゃ。今後恥をかかされるのは嫌だわ。だよな。生意気な口を聞けないように根性を叩き直さんとな。物騒な会話の後に、和也が私を鋭い目つきで睨み、冷淡な口調で告げる。俺たちに逆らったらいつでも離婚してやるからな。よく覚えとけ。和室のタンスの引き出しに離婚届をしまった和也は、義母と二人で肩を揺らして笑い、あっけに取られる私を放置し、リビングへ移動したのだった。義母と和也の言動が気になり、私は睡眠不足の朝を迎えた。胸を塞がれたような嫌な気持ちでいっぱいだが、新婚一日目を暗い顔で迎えるのは嫌だ。顔を洗い、気持ちを奮い立たせ、朝食の支度に取り掛かった。ややあってパジャマ姿の義母とワイシャツに着替えた和也がリビングに現れた。二人とも大きなあくびや伸びをしながら食卓に着く。和也、おはよう。お母さんもおはようございます。ご飯もうすぐできるよ。明るく声をかけたが、なぜか返事がない。和也は新聞をめくり、義母はソファーにつき、テレビで朝の情報番組を見始める。聞こえなかったのかなと思い、私は気にせず朝食を皿に盛り付けた。お母さん、納豆に添えるの刻みネギにしましょうか、それとも海苔にしますか。大きな声で呼びかけてもやはり返事を返してくれない。いきなり耳が遠くなったわけでもないだろうし。私が首をひねっていると、義母が和也を振り返り笑顔で話しかけた。和也、見て、今日のワンちゃん綿あめみたい、かわいいわ。なんだよ、また犬が飼いたいっていうのか。知ってるだろ、俺が犬ダメだって。ふてくされた顔を作る和也を義母がいじる。でかい図体して子犬も怖いなんてね、笑っちゃうわ。うるさいな。楽しげに笑い合う二人。お待たせしました。キッチンカウンターに朝食を置くと、義母も食卓にやってきた。茶碗や味噌汁碗を食卓に並べ、おしゃべりしつつ食事を平らげる。
二人の態度に何とも嫌な気持ちを覚えた。この人たちは私の言葉が聞こえぬふりをして視線も避けている。まるで私が存在しないみたいに振る舞っているのだ。互いの顔を見ながら談笑し、食事を終えた義母と和也は会社と散歩にそれぞれ出かけていった。悶々とした気持ちを抱えたまま出勤した私だが、昼の弁当を食べている最中にはっとひらめいた。昨日和也が話していた生意気な口を聞けないように根性を叩き直すというのはこれだったのだ。義母と和也二人で私を無視する。幼稚な発想だなと吹き出してしまう。そのうち小学生じみた遊びに飽きたら、義母も和也も普通に話しかけてくるだろう。ところが異常事態は想像以上に長く続いた。月が変わり、季節が春から夏へと動いても、義母と和也は私を徹底的に無視し続けたのだ。まだ和也との二人暮らしならここまでダメージを受けなかっただろう。義母と和也が楽しげに会話しているのに、自分だけのけものというのは精神的に応えた。二人一緒にいる時はもちろん、和也が飲み会で遅くなったり、義母がコンサートに出かけている時なども、もう片方が徹底的に私を無視した。私はどうにか相手をしてほしくて、笑顔を貼り付け、二人に毎日話しかけた。今日はダメだったけど、明日はきっと、うるさそうな顔をしつつも口を聞いてくれる。就寝前、ベッドの中で自分に言い聞かせるのがいつしか日課となった。こうなると、義母の嫌味さえ懐かしい。和也、今晩の夕食は魚とお肉、どっちがいい？ねえ、なんとか言って。やはり無言を貫く和也。なんで私を無視するの？理由を教えてよ。いつまでこんなの続けるつもり？すがるような声で言ってもきっぱり無視される。そこで今度は義母に話しかけた。お母さん、私に原因があるなら直します。お姉さんに愚痴した件も謝罪します。だから前みたいに話をしてください。プライドをかなぐり捨て義母にすり寄った。しかし相手にされない。やがて眠る前の日課はネガティブな言葉に変貌した。今日もまた無視された。どうせ明日も同じだわと無力感に襲われるようになったのだ。期待するのも虚しくなった私は自分を空気だと言い聞かせた。二人に私は見えていない。見向きもしなくて当然だ。そう念じれば少しは惨めさが和らぐ気がしたのだ。結婚して半年が経つ頃には、週末の休日に家で過ごす時間を大幅に減らした。手早く家事を済ませ、義母と和也の食事を作り置きし、夜更けまでネットカフェで過ごす。そうすることで心が潰れてしまうのをかろうじて防いだ。二人が楽しげに話す光景を眺めると胃がキリキリと痛む。私がこの家にいる意味は何だろう。結婚後、和也は家事を私に丸投げしたので、ATM 兼使用人といったところか。仕事中は忘れていられたのに、就業時間が近づくと胸が苦しくなり、動悸がする。帰りの電車の中で、このままどこかに行ってしまいたいと思い詰め、終点の駅まで揺られたこともある。いっそ、離婚しようか。でも、結婚して半年で離婚なんて母や親戚に顔向けできない。その朝も和也と義母の嫌がらせを忘れようとパソコン業務に没頭していた。するとオペレーターから電話が回された。義母からだという。私を半年も無視しておきながら今さら何？と無性に腹が立つ。切ってやろうかと考えたが、緊急の要件かもと思い直し対応した。はい。リエさん、今すぐ救急車を呼んで。は？
間の抜けた声が出る。どうかされたんですか？ご自分で呼べばいいでしょう。冷やかに突き放すと義母はわめいた。階段で転んで腰を打ったのよ。痛くて動けないの。いいからさっさと救急車を呼べ。これが人に物を頼む言い方だろうか。うんざりしつつ返答する。わかりました、手配します。ただし今後は私の携帯にかけてくださいね。電話を切り救急車を呼んだ。日頃の恨みがあるので同情する気も起きない。やがて休憩時間を迎え昼食を食べていると今度は携帯電話が鳴った。出ると和也が怒りをにじませている。今どこだ？会社よ、お弁当食べてるわ。母さんが大変な時によく飯なんて食えるな。わめき立てる和也。母さん腰の骨折ったんだ、今すぐ病院行け。想像以上に悪い状態に少し驚いた。え、じゃあお母さん入院するの？いや、在宅治療らしい。でも3、4ヶ月安静にしてなきゃいけないから介護が必要なんだ。そう、忙しくなるわね。すると和也がいたけだかに命じた。つうわけで仕事を辞めて母さんの介護しろ。は？手にしたおにぎりを落としそうになった。さも当然という口調で和也が続ける。母さんが動けるようになるまで世話するんだ。と言っても歩くのを支えたりトイレや風呂の介助をしたり着替えを手伝う程度だから簡単だろ。開いた口が塞がらなかった。今朝まで私の存在を二人して無視していたくせによくそんなズうずうしい頼み事ができるものだ。湧き上がる怒りを抑えつつ和也に言う。息子のあなたが面倒を見るべきでしょ。嫁の業務だろ、俺は仕事がある。常識も知らんのかと言いたげな口調で和也が言い放つ。私だってフルタイムで働いてるわ。事務なんて誰でもできる、代わりが利くんだからお前が辞めるのが当然だ。俺より給料も安いしな。決めつけられ頭に血が昇る。そういう問題じゃないでしょ。いいからごちゃごちゃ言ってないで早く病院行け。家族が助け合わなくてどうするんだ。和也の怒声に気持ちが冷めるのを感じた。バカバカしい、私はただで使い放題の使用人じゃないのよ。おい聞いてるのか、嫁としての役目を果たせ。猛烈に腹が立ち話の途中で電話を切る。昼食を中断し職場に戻り担当者に1週間の有給を申請した。幸い業務に余裕がある時期だったのですんなり通った。職場近くのウィークリーマンションを予約した上で帰宅し、キャリーケースに着替えなどを詰め家を出る。激しい怒りに燃えながら私は心の中で誓った。和也、そして義母、私の気持ちを踏みにじり苔にした報いはしっかり受けてもらうわよ。翌日から和也と義母の電話攻撃が始まった。昼休憩や退勤後に携帯を確認すると一日数十件の着信やメッセージが来ているのだ。特に暇を持て余す義母は昼夜を問わず夜中にまで電話やメッセージをよこした。3日間無視したがあまりにうるさいのでしぶしぶ和也からの電話に出る。要件は？母さんが大変な時に一体どこをほっつき歩いてるんだ。さっさと戻って嫁の役目を果たせ。役目って？とぼけると和也が激高した。母さんの介護に決まってるだろ、お前がいないと大変なんだぞ。トイレ行くのも支えがいるし入浴の介助も一苦労、飯も俺が惣菜を買ってきてやるんだ。治療費と介護ベッドのレンタル費用で金がかかるのに余分な出費じゃねえか。あら大変そうね、頑張って。なんで俺がやらなきゃいけないんだよ。さっさと戻ってきて母さんの世話をしろ。これまでの恩をあだで返すつもりか。呆れた言い分に笑いそうになる。私がいつ
あなたたちのお世話になったの？暴言を吐かれ、ネチネチと嫌味を言われ、挙句の果てに二人して無視。そんな扱いが記憶に新しいわ。そんな昔の話は水に流せよ。助け合いの精神って言葉知らんのか。相変わらずの傲慢発言に私は血管が切れそうになった。普段あれだけ仲良しなんだから、こういう時こそお母さんの力になってあげればいいでしょう。イラつきながらもそう言うと、和也はイライラした様子で吐き捨てた。だから俺は忙しいんだよ。こういうのは女の仕事だろ。同じセリフをしつこく繰り返す。お前が断るから姉さんにも声をかけたぞ。うちとは縁が切れたのに呼び出されるなんてかわいそうにな。え？ひろみさんを呼んだの？驚く私に和也が説明する。姉さん、すぐに会社を辞めるのは難しいから一週間待ってほしいって。兄さんとの話し合いもあるしな。そう、ひろみさんも来るのね。少し考えてから私は和也に伝えた。わかった、家に戻るわ。でも私も引き継ぎがあるから今すぐというのは難しいの。ひろみさんと一緒に行くから、それまでは任せていいかしら。丁寧に告げると、和也は尊大な口ぶりで言う。しょうがねえな、持ってやるよ。ありがとう。もちろん私は仕事を辞めるつもりなど毛頭ない。ひろみも同様だろう。電話を切ると、私はすぐひろみに電話をかけ、今後の計画を立てたのだった。一週間後、私はひろみと共に家に帰った。リビングと続き間の和室に入ると、背中を少し起こした状態のリクライニング式のベッドが用意され、義母が横たわっている。腰を骨折したのは事実らしい。私たちの顔を見るなり、和也と義母が悪態をついた。ろくな仕事でもないのに、もったいぶりやがって、さっさと帰ってこいよ。そうよ、仕事と私、どっちが大事なの？仕事に決まってるでしょ？と喉元まで出かかったが、ぐっとこらえた。隣のひろみも同じ考えだったようで、頬が引きついている。ごめんね、お母さん、遅くなって。でもさ、寝たきりだとかえって治りが遅いんでしょ？腰にサポーターを巻いて少し動く方がいいのよね。下調べをしたひろみが言葉を選びつつ、和也と義母に話しかけた。お母さん、ぽっちゃり体型だけどマッチョ体型の和也なら十分介護ができると思うの。むっつりと黙る義母と和也を見ながら、私もひろみに賛同する。リビングにポータブルトイレを置いて、滑り止めマットとシャワーチェアを風呂場に置けばだいぶ楽になるわよね。食事も宅配を頼めばいいし。すると義母が忌々しげに言った。和也にトイレの処理なんてさせられますか？親の介護は女の仕事と昔から決まってるでしょ。またか、とうんざりした。和也も義母も一昔前の考えを改める気がなさそうだ。はっ、よく言うわ。ひろみが怒りに燃えた目で義母と和也をにらみつけた。お母さんと和也にとって私はどこまでも都合がいい存在みたいね。昔からそうだった。私だけいつも我慢させられたわ。恨みのこもった低い声に義母と和也がたじろいだ様子を見せる。勉強や運動を頑張り表彰されても、お父さんとお母さんは私に無関心。褒められた記憶はゼロ。大学進学も反対されたし。でも和也は好きな空手もサッカーも習わせてもらえたわ。大会で優勝した時、高級寿司を食べに行ったわね。別に甘やかしたつもりはないわ。言い訳する義母の横で和也が呆れたように笑う。姉さん、俺を僻んでたのか？男が大切にされるのは当然だろ。嫌なら次は男に生まれてこいよ。そして私の方を向き、尖った口調で怒りをぶつけた。ところで理恵、お前は最低だな。家族が大変な時に家を出るとか無責任すぎるだろ。カチンと来たので反論する。それはこっちのセリフよ。同居中の親なんだから
自分で面倒見ればいいのに、どうして嫁いだ姉や嫁にやらせるの？私たちはただで使える使用人じゃないのよ。ああ、女のくせに俺に逆らうつもりか。カズヤが目をつり上げ、ドスの効いた声で凄んだ。お前はうちの人間になったんだろ？ならもっと従順な態度を取れよ。この俺と結婚できただけでもありがたいと思え。そうよ、困った時はお互い様でしょ。こういう時こそ家族が協力しなきゃ。へらりと笑う義母に、私とヒロミは顔を見合わせた。ご立派なセリフですね。でも和也さん、お母さんの介護が余分な出費だとぼやいてましたよ。は、俺がそんなこと言うわけねえだろ。自分で言ったのに忘れるんだ。しょぼい記憶力ね。クスッと笑い、携帯を出して録音アプリの再生スイッチを押す。飯も俺が惣菜を買ってきてやるんだ。治療費と介護ベッドのレンタル費用で金がかかるのに余分な出費じゃねえか。あら、大変そうね。頑張って。なんで俺がやらなきゃいけないんだよ。さーっと青ざめた和也を義母が横目で見た。あんたそんな風に思ってたのね。だって女の役目だろ。俺は関係ないじゃん。関係なくはないでしょ、私の息子なんだから。義母に指摘され、和也はますます背を縮める。そうだ、お母さんに聞いていいですか。憤然とする義母に微笑みかけた。何よ。困った時はお互い様っていうのは、小遣い欲しさに息子の貯金に手を出しても OK ってことですか。え。目を丸くする和也の後ろで義母が硬直する。なんだ、知らなかったの。あんたの貯金かなりの額が引き出されてるわよ。私は和室のタンスの引き出しを開け、和也の通帳を取り出しテーブルに広げた。貯金の残高が数百円という事態にうろたえる和也。え、母さんが使ったのか。年金暮らしだから生活費は出せなくていいと伝えたし、小遣いを月5万上げてるのに。旅行や歌手のコンサート、舞台、あとグッズ代とかお金がかかるんでしょうよ。私はあらかじめ義母の部屋で見つけたレシートを和也に渡した。ホテル代5万、舞台のチケット3万、グッズ代10万。いやいや、使いすぎだろ。義母がたちまち不機嫌そうな顔になる。社長夫人の友達は小遣いが月10万なのよ。それくらい欲しいわ。だからって人のカードで100万借金するのはおかしいでしょう。100万。私が差し出したカードの請求書に和也が大きく目を見開き天井を仰ぐ。あまり使わないカードなので確認不足だったらしい。そんな和也に構わず義母が不満をあらわにする。ケチくさい嫁ね。塾に大学、習い事、和也にはたくさんお金を使ったんだから、私はもらう権利があるのよ。どこが少しだよ。だいたい母さんは専業主婦だっただろう。金を出してくれたのは父さんだ。恩は感じてるけど、それとこれとは別、父さんの遺産を使えよ。あんなものとっくになくなったわ。しれっと言う義母。和也は青くなった直後、顔を真っ赤にして義母を強い口調で責めた。はあ、3000万全部使い果たしたのか。ありえねえだろ。待てよ、半額は俺の分だぞ。そのうち返すわよ、多分。鬼の形相を浮かべる和也に、さすがの義母も気まずそうに視線を泳がせる。すると和也は頭を抱え、情けない顔でその場に膝をついた。どうしよう、もう一枚のカードの支払い、遺産でまとめて返すつもりだったんだ。急にオロオロし始めた和也が、私と目が合うなり立ち上がった。私の腕を強くつかみ、血走った目で猛然とまくし立てる。ナーリエ、俺を助けてくれるだろ、家族だもんな。やっぱこういう時は支え合うべきだよな。支え合う？どういう意味よ。冷やかに尋ねる私に、和也はヘラヘラ笑いながらとんでもない提案をした。お前独身の頃から貯金してただろ、それなりに貯まってるはずだ。
だから俺の代わりに借金を払ってくれ。俺より安月給とはいえそれなりにもらってるの知ってるんだぞ。頭痛がしそうだった。これまで私にしてきた仕打ちを忘れたのだろうか。お断りするわ。ピシャリと告げるとカズヤとギボの目が点になった。まあなんて冷たい嫁。だから私あんたが嫌いなのよ。俺の頼みを断るのか。嫁のくせに生意気だ。騒ぎ立てるカズヤに淡々と述べる。私とあなたはもう赤の他人よ。は？そこの引き出しにしまってあった離婚届サインして役所に出したわ。はい、受理証明書。私の手から受理証明書をひったくったカズヤは義母と一緒に覗き込み震え出した。余計なことしやがって。こんなの冗談に決まってるだろ。これも冗談かしら。私がカズヤの書斎で拾った旅館のレシートをテーブルに置くとカズヤが硬直した。どうして。ソファーに置きっぱなしにした携帯に浮気相手からメッセージが送られてきたのよ。私の携帯に保存しておいた文面をカズヤの眼前に突きつけるとカズヤは動揺を浮かべた。カズヤ主任、温泉旅行楽しかったです。ところでいつ奥さんと別れるんですか。早く結婚したいな。俺も早く一緒になりたいよ、ゆうかちゃん。でも母さんが腰を骨折してさ、もう少し先に伸びそうだよ。謝罪の絵文字付きのメッセージに優香はうんざり顔のキャラクターで返信する。リエさん、浮気ぐらいでいちいち騒がないの。ため息をつく義母に続きの文明を見せると形相が変わった。介護とかマジ勘弁。優香ちゃんにはやらせないから安心して。腰が治ったら母さんを家から追い出すさ。じゃあよかった。同居とか絶対嫌だもんね。義母が怒りで身を震わせる。はあ？私を追い出す？母親よりも浮気相手の方が大事なの？うるさいな。しばらく家に置いてやったし気が済んだだろ。つっけんどんに言うカズヤ、義母としばし睨み合う。ねえ、カズヤはどうして私と結婚したの？疑問をぶつけるとカズヤはさらりと答えた。顔だよ。お前俺と釣り合う程度に綺麗だしスタイルもいいからな。なのに新婚早々別の女と浮気したの？あいつの方が若くて好みだったんだ。しょうがないだろ。ふんぞり返るカズヤ、やっと腑に落ちた。結婚の理由がそんなだから義母と組んで私を無視しても心が痛まなかったわけだ。深々と息をつき、私はひろみに感謝の気持ちを述べた。ひろみさん、ありがとう。カズヤの証言も録音できたし、これで慰謝料の請求ができるわ。すると、義母とカズヤが目を向く。ちょっと、勝手に離婚届を出しただけでも恩知らずなのに、慰謝料まで請求するの？俺は何もやってないぞ。断固拒否するからな。この後に及んで、反省の意思を見せない二人に呆れ果ててしまう。お好きにどうぞ。ああそうそう、課長の奥さんにあなたたちの暴言を録音して送ったわよ。浮気とインターンをしつこく誘ってた件もね。目をまたたえたカズヤと義母がたちまち顔面蒼白になった。課長の奥さん、お前知り合いなのか？忘れたの？私たちが出会った料理教室の先生だったでしょ。やっと思い当たったカズヤが言葉を失う。口をパクパクさせるが言葉にならないようだ。奥さん、顔に泥を塗られたと激怒してたわよ。もちろん課長にすぐ報告するって。会社をクビになるかもね。悲鳴を上げ義母が私の服の袖をつかむ。リエさん、あなたを無視して悪かったわ。息子を取られて尺だからちょっと意地悪してやりたかったのよ。頼むリエ、やり直そう。お前が助けてくれないと俺も母さんも借金まみれで路頭に迷う羽目になるんだ。カズヤも私にすがりつき涙目で訴える。私は二人の手を振り払い冷たくあしらった。あなたたちがどうなろうと私には関係ないわ。お二人で力を合わせて借金を返せばいいでしょ。家族なんだから。
そして付け加える。あとここは私の家だから早く出て行ってくださいね。ぐずぐずしてたら強制的に追い出しますよ。そんな私は怪我人なのに血も涙もないわね。半べそをかく義母と和也にひろみも言い放つ。それはお母さんでしょ。お父さんの遺産、娘の私に一円も渡さず使い切ったんだから。あんたはいらないと思って。義母が苦し紛れの言い訳をする。今日限りで私も縁を切らせてもらうわ。あとは好きにやってちょうだい。床に膝をつき、うなだれる和也とベッドに身を起こし、鼻をする義母。二人を残し、私とひろみは家を後にしたのである。浮気、そして無視や暴言の証拠を画像や音声を添えて弁護士に提出。その上で慰謝料を請求すると、二人は観念し、一括で300万を払った。手元にそんなお金がないので、借金したそうだ。家の明け渡しも散々ごねたが、民事裁判で訴えると告げたら、レンタルした車椅子に義母を乗せ、近所のボロアパートへ引っ越していった。そして数日後、和也は会社をクビになった。課長の奥さんに聞いた話では、インターンたちからも苦情が寄せられており、和也の処分は決まっていたという。和也は、平社員へ降格となったのが不満で、後輩社員に当たり散らした末、会社を辞めた。高学歴だからすぐ一流企業に再就職できると甘く考えたものの、40を超えているので正社員の職が見つからず、仕方なくアルバイトを始めたそうだ。複数のバイトを掛け持ちし、自分が借りたお金と義母が作った借金の両方をせっせと返していた和也だが、家事もせず遊び回る義母に嫌気がさし、とうとう大喧嘩。和也の元を追い出された義母は私に電話で罵声を浴びせた。元嫁のくせに義母が困ってるのを放っておくつもり？少しは恩返しをしなさいよ。この人には言葉が通じないと身をもって知り、私は義母と和也の連絡先をブロック。また和也を既婚者と知りながら浮気していた優香にも慰謝料を請求した。優香は私に一括で200万の慰謝料を払い、会社を辞めて引っ越したそうだ。和也、そして義母と縁を切った私は爽やかな気分で日々を過ごしている。彼らとは今後二度と会う気はないが、ひろみとはたまにランチをしたり、アニメのイベントに出かけたりする。結婚には失敗したけれど、趣味を共有できる友達ができたのは幸せだ。これからは仕事とプライベートを思い切り楽しもうと思っている。